夏夢渚。夏夢渚実況を始めていきたいと思います。では気分も良くなったところで始めましょうか。遠野家の一日。不意に遥が席から立ってかなかに宣言した。え、遠野家の一日クリスマスイブバージョンです。どうしたんだ、遠野家の一日って。急にやりたくなりました、以前のおままごと。おままごと、こんな日に。つぞやの俺が父親で、はるかが妻役でってやつ。またあれやるのか。散々だった内容を思い出して顔をしかめ。なぎささんは私との夫婦役、懲りちゃいましたか。その辺は全然嫌じゃないけどさ、実際のところ問題は。なぜ私を見るんですか。いや、あの話なんだか妙に生々しい設定があったような気がして、そして基本俺が虐げられる話だったような。男が細かいことぐちぐち言うもんじゃないわよパパ。早速乗り気だ。結局やるわけね。さあさあ、とにかくあなたが温度をとってください。うん、まあなんだ、今年もいろいろあったけど、こうして家族で立派なクリスマスを迎えられてよかったじゃないか。これもママがパートを増やしたおかげだね。え、アリア、今日はそういうことはいいじゃない。そうだ、これ全部お店でサービスしてもらったのよ、売れ残りそうだったからって。ああ、パート先の支店長さん、一度挨拶したことがあるけど、妙にママに優しくしてくれてたみたいだよね。え、どういうエコひいきだろうね、あれは。傷ってならないぞ。どこのスケコマシだ、その支店長とかいう男は。あるよ、支店長さんは誰にでもああいう感じなのよ。そういや、あの人独身なんだって。去年奥さんと別れたとかで。けしからん、まったくもってけしからん。お前みたいなぽーっとした女を雇うところがあるなんておかしいとは思ってたんだ。そんな、ひどい。まあまあパパも落ち着いて、今夜はクリスマスなんだから、サンタさんがお仕事プレゼントしてくれたらいいね。な、に。アリア、やめなさいってば。お前は大げさにテーブルを叩く。はい、今まで誰がサンタをやったと。身を乗り出し、俺はアリアに向かって腕を振り上げた。サンタなんぞに仕事恵んでもらうほど俺は落ちぶれてはないぞ。そうですよ、あなたはやればできるんですから、きっとそのうちふさわしい仕事が見つかりますよ。ママは男をダメにするタイプだよね。しかしアリア、お前もそろそろ家族でクリスマスを過ごすというのも恥ずかしい年なんじゃないか。何それ。アキちゃんから聞いたぞ、結構なんか学園男子からお誘いがあったそうじゃないか。別にどうでもいいよそんなの。あら、そうなの。アリアってばモテるのね。だからどうでもいいって。それでお前誘われるたびに。クリスマスはパパと過ごすって決めてるから。とか断っていたとか。ありえない。だからマキちゃんがそう言って。ローギ様はそんなこと言いません。設定を捏造しないでください。急に巣に戻らないでください。とにかく良かったです。今年はこうして家族3人でクリスマスを過ごすことができて、去年はあなたも仕事のせいで帰るのが遅かったから。あ、いえ、ごめんなさい。
今年は暇だとかそういうことを言いたいわけじゃなくて。はるか、そんないちいち気にしなくていいんだぞ。そういうせちがらいあれこれについては今夜くらい出せて楽しくやろうじゃないかな。あ、そうだね。来年はパパの席に誰が座ってるかわからないもんね。ありよ。そうだ、今年のサンタさんにはお金持ちでもっと新しいパパをお願いしようかな。オーケー、了解した。とびきりリッチで優しいパパになってやるからな。ま、頑張ってよ。頑張ってくださいね、あなた。おい、あるか。こんなところで寝てるな。風邪ひくぞ。おい、お腹いっぱいふう。もう食べられまへんふう。顔を起こすと、寝ぼけていそうな顔で返事をする。食べなくていいから、そろそろ休んだ方がいいんじゃないか。あれ、もうこんな時間なんですね。時計を見たはるかが眠そうなままで述べた。楽しくって、ついつい夜更かしをしてしまいました。お片付けしなくちゃいけませんね。ちょっと手に取ろうとするはるかをアリアさんが手で制した。それはドザ様にお任せして、お嬢様はもうお休みになってください。そうそう、あとは俺とアリアさんでやっておくから。そうですか。ええ、すべてドザ様にお任せしてください。何気に全部押し付けてますよね。お嬢様の手料理の対価になります。そう言われたら引き受けるしかないじゃないですか。それではお嬢様、お部屋に参りましょう。うん、なぎささん、おやすみなさい。ああ、おやすみ。ふう、結局本当に一人で食後の後片付けを済ませ、一息つく。さてと、どうするかな。とは言ってみたものの、夜も更けた以上、泊まっていくしかない。一応アリアさんに宿泊の許可をもらっておくとするか。あれ、アリアさん見当たらないな。どこ行ったんだ？片付けをしてる時にも見かけなかったけど。どうやら外に出ていたみたいだ。波打ち際に立つアリアさんを見つけた。俺の気配に気づき、こちらを振り返る。ドザ様でしたか。月明かりしかないせいか、こちらを見る顔にどこか陰りがあるように見えた。何を見ていたのか。隣に並び、先ほどまでアリアさんが眺めていた方に視線を向ける。タイジルに光っているんだ。タイジル？ああ、あれのことですね。水平線の手前、空よりも低い位置に、淡く輝く白い光の柱が海から突き出ていた。でしょうか。そんな単純な話なんですか。私に聞かれても困ります。まあそうですよね。そもそもアリアさんはなんでこんな時間に浜辺を散歩していたんだろう。ドザ様は手に入れたい時間はありますかと思いを巡らせていると、アリアさんから質問してきた。過去やら未来とかにタイムトラベルしたいとか、そういうことですか。
そう捉えていただいて結構です。どうだろう。正直、あまりピンときませんね。そうなのですか？もし過去に行けるのなら、失った自分に出会えるのでは。え、失った自分？ええ。俺の記憶について言ってるのかな？まあ、そうですね。記憶がある頃に向けば、以前の俺の主張がわかりますよね。ドザ様。え？アリア様はこちらに一歩踏み出し、間近で俺の顔を覗き込んでくる。アリア、さん。あなたは、どこのどなたなのでしょう。え？あなたがなくした記憶は、一体どこへ消えてしまったのでしょう。何の気まぐれだろうか。今になってアリアさんが俺の記憶や素性について尋ねてくるだなんて。それが今のところ全く手がかりがないんです。そもそも探してすらなかったのですかね。気軽に行ってみたもののアリアさんはあくまで神妙な顔のままだ。おかしなことを聞いてしまいました。申し訳ありません。いや、謝られても困りますけど。確かに、ハルカやアリアさんに構っててばかりで、自分の記憶や学園のことを放置してしまっていたかもしれない。俺は自分のルーツがわからないですし、どこから来た誰なのかもわかりません。それでも、俺の存在を望んでくれる人が、ここに一人でもいるのなら、記憶喪失だとか、素性がわからないとか、そんな状態はこのままでもいい。今のこの状況を全部納得できる気がするんです。そうですか。ドザ様は、私の父に似ていますわ。え？アリアさんのお父さんですか？ええ。驚いた。まさかままごとの鈴木じゃないだろうけど、アリアさんのお父さんに似ていると言われてるとは。アリアさんが自分の家族について話すのも意外だった。アリアさんのお父さんってどんな人なんですか？暗い海に目を細めながら、かすかにアリアさんの横顔が笑ったように見えた。人殺しです。え？冗談だよな。とはいえ、突っ込むのも怖かった。聞きそびれてたんですけど、俺は今晩、教会に泊まっていっていいんですよね。ぜひ、そうしてください。長い椅子がお嫌でしたら、お嬢様のお部屋でお休みになられるとよろしいでしょう。いいんですか？お嬢様もきっと喜ばれます。それに私も、イブの夜くらいは、無粋な真似をしたくありませんから。無粋って企画あったんだ。俺の胸中を察したのか、アリア様もう一度笑うのだった。小鳥のさえずりと海の音が聞こえてくる。ああ、そういや、昨夜はイブで、そのままハルカの部屋に泊まったんだっけ。ん？なんだろう。何かに体をつつかれているような。にぎ、にぎにぎ。ぼんやりとした意識の中に、ある具体的な感覚に驚いて、俺はようやくはっきりと目を覚ました。びっくりした。いきなり牛発見に隠れる。エロが入ってくる可能性があったから、場合によってはカットも考えてんけど。でも、触って場所って、あそこだよな。寝起きの視界に映るもの。ほら、
ほら、ほら、何を知ってるんだ。やっぱりカチンコチンです。ああ、ボックスエースがそうに慌ててポケットから飛び出す。そして遥かに背を向けたまま椅子の中上に畳んであるウツボを手に取る。すまん、今触ってたのは気にしないでくれ。どうして、その、寝ていたのに硬くなっていたんですか。生理現象だ。たまたま、たまたまね、たまたまか。たまたまか。気になってきた、出してきた疑問に、俺もズボンを吐きながら答える。だが寝起きも合わないことはあり、動揺混じりになってしまっていた。俺はなんでこんなよくわからない説明をしてるんだ。別に悪いことしてたわけじゃないし、普通に説明すればよかったんじゃ。たまたまじゃないです。この間お泊まりした時も、同じになっていました。あの日の朝も、俺のを見てたのか。渚さん、どうして隠すんです?なんで見せてくれないんですか?怒っているのか、遥かの頬が膨れていた。だから、それはだな。説明に言葉を逃がしていると、遥かが不意に張った表情。まさか、もう浮気?どうしてそっちに繋がるんだ?一気に飛躍して浮気の疑惑まで出てきた。遥か、想像力が旺盛すぎる。浮気とか、そんなんじゃなくてだな。男子っていうのはさ。じゃあ、隠さないでください。わかったよ。背を向けていた体を動かし、はるかが正面から見えるようにする。ズボンの前が膨らんでて、なんだかすごく苦しそうです。しばらくすればすぐ収まるから。でも、好きなもの同士なら、いいんですよね。いいけどカットやで。いいけどカットやで。ん?はるか?カットだね。カットだよ。カットカット。はい。はい。カット終わりました。フェラだけで終わった。フェラだけで終わったけど。はい。それによる優越感、いや、達成感に浸ってるのだろうか。今日はなんだか、今までと違っちゃいましたね。そうだな。はるかからしてくれるとは思わなかった。さぞ満足そうに、はるかが笑みを浮かべている。でもなんだかこのまま終わるとされっぱなしって感じしかしないな。やるとなったらまたカットやな。またカットやな。されっぱなしといえば今までのエッチのはるかは?違います。渚さん。どうしよう。ある意味まだカット入れておくべきだったんじゃないかな。これは違うんですよ。そうなんです。恥ずかしいんであっち向いててください。ああ、思い出した。これならやり返せそうだ。やばいな。もう一回カットが来るな。これは、カットが来るな。で、はるかは隠してないよな。え?さっきは俺に隠し事があるとかなんとか勘ぐったりしてたけど、してないよな。何のことでしょうか。漏らしたね。漏らしたね。あくま
でシラを切るつもりか。シラも何も、何もないですよ。正直に言わない悪い子はこうだ。はい、カットです。まあカットです、多分カットです、カットです、はいカットです。ということでカット終わりました。はい、カット終わりました。僕一日はるかは恥ずかしがってほとんど部屋から出てこなかった。投げさが鬼畜。俺がはるかに妙なことをしたんじゃないかとはアリアさんに散々勘ぐられるし、実際したといえばしたんだけど、さらにはるかが汚した手術をこっそり洗濯しているのを見つかっていろいろと問い詰められてるし、問い詰められるし、一日かなり居心地悪く過ごした。だけど楽しかった。今日もアリアさんの勧めで教会で泊まることになった。家に帰って準備をしてきた俺は長い滑って一夜を明かすことにする。長椅子の寝心地も慣れれば悪くはないもの。だけど俺はしばらく眠ろうとはせずに、ぼんやりと氷の高い天井を見つめていた。静かな海の音を聞いていると不思議に気持ちが安らぐようになった。町や学園にいるとき胸の奥でいつもくすぶっている違和感がなくなった。自分が自分でいられるようで、そういや以前、合宿をした夜にも、同じような気持ちで長椅子に横になっていったっけ。だけどあの時よりも、一層気持ちは穏やかだ。きっと、はるかがそばにいるからだろう。3匹の妖精が待っている。笑うように羽を鳴らして飛び交う姿を目で追っているうちに、ゆっくりと意識はまどろんでいく。海の音が響くと、シャリシャリと気氷をすくる音が聞こえてくる。それは遥か昔にどこかで聞いた夏の音。朝、おはようございます。俺とアリアさんよりずいぶん遅くはるかは部屋から出てきた。おはようって、はるか、なんか顔色悪くないか。白い顔が朝から妙に上気だってしているように見える。まさかまだ昨日のことは恥ずかしがっているわけじゃないだろうけど。そうですか、ちょっとだるいかもしれません。まったく、昨日ははしゃぎすぎたんじゃないのか。かもしれませんね、ちょっと疲れました。お嬢様、お食事は運びますから一度お部屋に戻りましょう。うん、すいません、せっかく渚さんと朝食が取れると思ったのに。気にするなって、ちゃんと休んでるよ。はい。怪しい微笑みを残し、アリアさんに連れられて、はるかは部屋へ戻っていく。何事もなければいいけど。はるかのことが心配で、そのまま教会に留まり、掃除をしたり、昨夜の片付けをしたりと、アリアさんの手伝いをして過ごす。アリアさんは頻繁にハルカの部屋を訪ね、あとを思うと険しい顔で出てきて、ドアの前で難しく何かを考えているようだった。まさか、ハルカに何かあったのだろうか。直接ハルカを見舞いたいが、こういう時にアリアさんの許しなく勝手なことはできない。ハルカの様子を尋ねることもできず、悶々としながら時間は過ぎていく。
そうして日も暮れ始めた頃、やっとアリアさんに話しかける機会が得られた。アリアさん、はるかに何かあったんですか？朝調子悪かったみたいですけど。アリアさんはしばらくじっと俺の顔を覗き込む。そうして小さく息を吐いた。いえ、大丈夫です。そうですか、なら良かったです。良かったんだけど、なんだろう、アリアさんのこの険しげな表情。ドザ様に話しておかなければならないことがあります。何ですか、いきなり。空気が重い。もしかしてかなり不吉な話では。アリアさんはハルカの部屋へずらりと目をやり、ふっと一度息を吐いた。そうして顔を上げ、正面から俺を見た。ご解任です。わお、わお、は、ご解任。瞬時に意味が分かりかねて首をかしげる。そしてアリアさんは静かに付け足した。赤ちゃんができたということです。あ、赤ちゃんが、とんでもない話が飛び出した。ぼうすアリアさんを見返す。その、なんというか、おめでとうございます。柳田の子供じゃない？いい。突然のことで俺驚いて。私も驚きました。意外って失礼かな。 でもそういうこともありますよね。アリアさんって大人なんだし。ぶしつけな質問でした、すいません。はあ、いや、お前以外誰が言うんだよ。相手どなたなんでしょうって。渚以外誰がいんの。ドザ様でしょ。いや、誰がいんの他に。え、嘘、嘘じゃねえでしょ。嘘、しらじらしいことを言わないでください、今さら。身に覚えなんていくらでもないか。3回ほどやっ、まあ3回目はあれやけど3回目はあれやけど、2回はなんという物言い。あれほど見せつけるようになさっていたではありませんか。あれ、でもやってないのか。どこの俺がそんなことしでかしたんですか。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、記憶が曖昧やぞ、記憶が曖昧やぞ。3回目はやってへんわ。3回目はやってない。1回目と2回目どうやったかな。やってたか。3回目はやってへんねん。なんと口惜しい。今のドザ様をご覧になったら、お嬢様はどんなにお悲しみになるでしょう。はるか、あれ、渚が誤解してるだけ。はるかがですか。当たり前です。俺じゃないですか。あったやろ。当たり前です。な、はるか、どこに行くんですか。どこって、はるかに会わないと。会ってどうしようというのですか。
どうしようって。おめでとうとでもお声をかけますか。静かなその口調にはあまりに露骨なトゲが混ざっている。クダナドの渚みたいな感じになる。アリアさん怒ってますよね。未だ整理しきれていない俺の頭でも分かってはいる。これは単純に喜んでいい事態ではない。アリアさんに問いただされるまでもなく、俺は我が身に問わなければならないことがある。不用意だったとかそんなことは言いたくありません。だがここまでのことを想定していなかったのも事実です。なんていうか、その俺は責任だとかそういうことは言いたくなかったけれど。ドザ様、言いかけた俺をアリアさんが遮った。私は別にドザ様の男気だとか覚悟とかには欠片も興味はないんですよ。産むとなったら遥の体への負担がちょっと大きすぎると。アリアさんゾッとした。怒っているとかではない。それはただ突き放した冷たい言葉だった。現実的な話をしましょうか。万が一にもお嬢様に聞かれたくはありません。外に参りましょう。ここで決めようか。結構やってるもんな。それでは本日の実況、ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。